はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにシティーズスカイラインやっていきたいと思います。このな町の3回目ですね。儲けを重視する小さな政府の町です。でそちらを作っていきたいと思います。あら、いやー、よくないな。あれ、あ、間違えた。こうだ、こうかな。うん、こうだな。もっと狭くていい。ギリギリまで行きましょう。こんな感じで、いつも通りツイッチで配信しておりますので、ぜひ見てください。そしてツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。 Please Twitch My Account Follow and Chat Comment Please。 アーカイブは2日後ですね。2日後ですので、9日21時頃から YouTube でアップロード予定となっております。ぜひ、見てください。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。 Please YouTube、チャンネル、マイチャンネル、アップ、サブスクライブド、マイ YouTube チャンネル、 This Live アーカイブアップロード2 days after、 マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X、こちらのアカウントも、ございます。ぜひアクセスの上アクセスいただければと思います。チャンネル、アカウントのフォロー、それからチャットツイート、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X アカウントフォロー&リポスト&チャットグッドボタンプリーズ。ではですね、非常に重要なこの数字を見ていきましょう。数字は、お金も大丈夫。はい、ゴミはちょっとギリギリだな。今ゴミどうなってるかというと、ご覧の通りか。ここもあるんだけど、ま、基本的に住宅にゴミ置き場を入れちゃダメなんで、土壌を汚染しちゃいますからね、焼却炉とかゴミ置き場は。これな、なんで解除するんだろうな。いける？あれ？どうやって回転するんだっけ？向こう側はなんかゴミ足りないかもしれないよね。違う、ゴミ処理場がちょっと足りないかもしれないんで、いずれ入れてやらなきゃいけないですね。
あれ？うわ、やばいやばい。ここにゴミ処理場を置くと、非常に焼却炉を置くとやばい感じです。こんな感じで移動してあげましょう。一応入れておくけど、多分土壌汚染がなひどいと思うから、多分立った途端に病気になるよな、このように。だから置かないで置きましょう、しっかり。ん？なんか立ってる。なんだろう。公園置いてもいいぐらいかもね。むしろ公園置いてあげてもよかったかもな。じゃあ公園置いてあげましょう。あ、でもでかい。6000か。まあもう土壌汚染されちゃってるんで、多分住宅としては使えません。なので、ここには工場を置いてあげることに、工場じゃないわ、公園を置いてあげることにしましょう。一応ここ公園に遊びに行った人はね、土壌汚染で病気になるわけですが、まあそんなに気にしない方がいいのかな。まあでも方向性としては悪くないな。渋滞がなんだよ、こんそう、ちょっとね気になるのがここの渋滞なんですよね。これが人が入ってくる一時的な渋滞であればいいんですけど、そうじゃなくて、これみんな地区は住宅じゃないですか。ああ、よかったのかな。ちょっと失敗だったかな。失敗だったかも。まあ。これ、一応入れとくけど、どうかな。もうひどい渋滞がひどい。ちょっとアップグレードして、片側2車線の道路にしましょう。いや、すごいじゃないですか、この渋滞。この渋滞をなんとかしないといけないですね。例えばここ降りた車こっちに来るよな。これって住宅か、住宅区域なんや。
こっちが商業区域だよなってことは、敷地を作って無理かな。これダメか、短すぎるんだ。これ以上高速伸ばせないしな、多分。境界線外になっちゃうんですよね。もちろん まあしばらくはちょっと我慢かな。あ、いけるやん。ここだけはダメなんだな。もうちょっと待とう。あとここ別に繋げないから。感じでいいのかな。反対反対。これならいけるかな。ちょっと近すぎるんだよな多分。で増やして、で反対増やして、でここのが短すぎですとか言われちゃって、
ちはダメか。これも短いんだ、微妙に。まあまあとりあえずは。こんな感じでいくか。そうですね、これならば直行できるわけですからね。直行できるし、かつ住宅も直接関係ないということですね。まあ土壌汚染もしてないから大丈夫でしょう。まあ、こっち側の渋滞はまだとどまってないです。終わってないけどな。こっち側から入る車って少ないよな。でも商業地帯入る車だったらこっちからもう行ってもいいわけだからな。あとは工業地帯を増やせって言われてるんで増やしますか。ここはまだ作れますね。はい。あれ？何これ？あ、こうなってるんだ。このぐらいでいいかな。で、違う多分。これなんだっけ。これ地区を設定するんだ。大学地区とか、まあ、必要産業地区作ってあげましょう。あんまりね、密度を高くしてもよくないらしいけどね。これなんだっけ。これグッズ無限会社、無限なんとか編。需要もありますからね。必ずしもそれがいいわけじゃない。ここには地下の駅が作られています。あれ、これ
発電所やん。延長考えたここに置くの成功じゃなかったかもな。移動しますか。まあ今は置いとくけど、将来的にはちょっと解除しましょう。もう密度が濃くて土壌汚染すごいよな。さあどんどん列車がやってきます。今商業区域が欲しいって言われてんな。商業区域か、ここら辺だな。じゃあ次に延長するとしたら、あれ何何で、ああびっくりした、信号があるんだ。いや信号はいらないんだよな。なんかシティーズスカイライン2は交通事故も加わるらしいですが、どういう交通状況になってんだ。変な渋滞ってどこで見るんだっけ。交通状況はこうか。すごい渋滞してますね。特にやっぱここがまあ相変わらずひどい。みんなこっちへ行ってんだよな。なんでだろう。ここ片裏で片側2車線にしたんですが、全然話になっていません。需要がちょっと多すぎるの。みんなこっち側から入ってくる癖がある。でもここから先の渋滞はちょっとマシになったかな。どうでしょう。こっちから入るようにもしてますからね。商業の人は、あくまでここに入ってほしいな。ここの商業の人と工業の人か。でなるべく工業の人はここの高速を使ってアクセスしてほしいんだけどな。全然そうはなってないっていうか、なんか高速を通らずに このホームズブリッジっていうとこ通っちゃってることもあるよな。やめてほしいですね。名前変えられますね。例えば工業都市駅とか。しかない。でもね、満杯じゃないんですよね。この
飛車は。意外と利用されていない。だからといってバス引くのも違うと思うしな。公共もっと利用してほしいんですけどね、公共交通機関。え、どこに行ってんだこいつら。ある程度男は歩いて行ってくれるんだけどな。あとですね、ここ2つ下水処理施設にしました。これで、ね、汚染の量も少なくなってんじゃないかなと思います。十分これ黒字なんですよね。だからほっとけばどんどんお金は貯まっていく。そうかね、そんなに増えないんだよな住宅の。これは商業区域があって工業区域か。あと学校ですね。小学校がちょっと少ないな。さすがにこれはまずい。特にこの辺が少ないって言われてます。おかしい、小学校あるのになんで赤になってんだ。あー、まあそうか、人口比率がでかいからか。でもなるべく離したいですね、距離を。あ、なんか置いた方がいいのかっていうのがわからないな。まあでも先のこと考えるとここだろうな。まあ、こうなるとこの辺の不満足度は解消しないわけですが、もういっぱいいっぱいになってます。建て上げた途端にですね。ちょっと小学校の様子見に行きましょうか。なんか埋まってますね。公園も隣にあって環境は良さそうです。
ただね、あんまり住宅需要がないんだよな、不思議と。置いときましょう。まあでもなかなか需要を満たせないでしょうね。現実には。あ、いや。住宅建ち始めてるな。ここへ工業地帯を建てましょうか。ではあるんですけどね。こっち行くと一度こっち回ってこう行かないといけないからな。さあ次々と貨物列車が搬入されていきます。ん？地下に入ってるけど、これってどこまで貨物駅って地下は無理ですからね。ちなみに地下あるんだ。でもこれだと多分そうなんだろうな。で、あれ？どうやって回転するんだっけ？
これは、あ、いや、ドロドイツ引かないとダメなんだ。そうだ。こんな感じですね。まだ貨物余裕があるんで、どんどん作りましょう。あー、でもここはまあいいかな。この辺ぐらいまでは作らずに、この辺ぐらいから作っておく。感じかな。これで多分列車来ると思うんですよ。これ見てく、これって多分、ここか。あ、生産品を販売する店舗がありませんってなってる。店舗って商業エリアじゃないですか。商業エリアを作ってあげましょう。あれ？なんか中途半端だな。列車まだ来てないのかな。あ、線路と水がつながってない。まず水をつなげる。鉄道はどうやってつなげるかですね。ここが開かないとつながらない。一時的にここつなげるしかないか。一時的に。うん。あ、早くもトラックが入り始めましたね。第二貨物駅ができました。本当だ。つながってない。立ってないんだ。ちょうど
もう一歩。すごいな、工業区域ばっかりなんか需要がある。でもね、工業区域ばっかりあっても売るものが結局なかったらあんまり。意味はないんですけどね。ね、売るとこはないぞっていうふうに言われてしまってます。でもね、違和感あるんですよね。だって売るとこないぞって言われてるんだけど、工業区域もあるし貨物駅で外に出す方法もあるんですよ。なのになんで、ああ店舗が足りません言われてんだろう。ディスカウントストアとか販売すればいいやんってなるんですけどね。ダメなんかな。ちょっと下水が足りなくなってきてるな。予算を、下水だけ予算を上げますか。電気は、電気はまだいけますね。ゴミはちょっと欲しいな、処理場を。ああそうや、商業地域に敷いてはダメだ。商業地、もっと工業区域にちゃんと敷かないとね。ゴミ食袋は、ゴミ焼却炉のメリットは言うまでもなく、どうして、どうして店舗がないって言われるんだ。そのくせ工業需要はすごいあるんですよね。困ったな、この違和感は何なんだろう。一方ここはもう終わりが近いんだな。一応入れとく。あ、多分こっから接続するしかないからな。なんで、なんで、なんだこれ。消
飛車これでも急すぎる言われんのか。なんでこれくっついてんだ。なんかバグってるな。なんでここ傾斜が急すぎる言われんだ。一回撤去して。え、なんかここ急すぎるなってるけど。なんだよ。で、なんだこの傾斜が急すぎますわ。水が足りない言われてる。ごめん、なんで。こんな感じだよな。なんか需要となんで一致しないんだ。え、これ生産品を商品を販売する商業区画をもっと増やしてください。やってい、や増やすのはいいんだけど、あ、モノレールがある。モノレールを線路が
敷ける道もあるんですね。モノレールどれだ？モノレールこれか。あ、単独モノレールもあるんだ、一応。ただね、ここ坂じゃないですか。逆にこっ、あーでも。これ結構崖になっちゃってるからな、なるべく坂を緩くしたいとこです。モノレールか。ちなみにですね、地下鉄もある。地下鉄はこれだな。地下鉄走ってるんですが、ここまでは走ってないんだよな。モノレールの方がいいんじゃないかなとは思ってきた。モノレール付き。大通りモノレールか。大通りモノレールって何車線以上なんだろう。占領されてるって書かれてる。え、ここに置くとどうなんの？あ、つながる。傾斜の中にあるやばそうな駅ですね。占領されてるってなってるけどな。いや、もういいや。ここ繋がりそうなんだけど。ああ、ある程度長さがいるのかな、もしかしたら。
これってどうやってつながるんだ？モノレールは。アップグレード。なんか分岐になってますね。そうか。何これ。真ん中なんだ。何の道道なんだ真ん中は。スモールモノレールロードウィズトラム。あ、路面電車があれしてんのか。そうですよね。とりあえず駅を作りたい。占領されているがわからんよな。あ、でもある程度の、そうか。ある程度のスペースがいるんじゃないかな。あ、ここ、こういうふうにつなげられるんだ。よかったよかった。どういう運行になるんだ？
で、こうだな。で、感じか。で、多分このモノレールは、そうなんですよね。こんな感じですね。で、モノレールをつなげたんで、こんな感じでモノレール路線は多分これで完成したんじゃないかな。あ、出ましたね。車庫は多分いらないんじゃないかな。モノレールに車庫ないですよね。あとハブもあります。ハブになんかモノレールがついてるハブとかあったような、なかったような。メトロとかなんかフェリーとかな。全然乗客乗ってくれませんけどね。まあまあこれからっしょ。
知らんわ。乗ってくれない？なんでここ埋まらないんだ？あ、違うわ。ここは埋まらない、埋めちゃダメなんだ。こんな感じかな。ああ、一応ここに歩道橋、横断歩道も作られるんですね。フェリーも作ってみますか。ちょうど運よくここに待ってくださいね。これ貨物エリアに、本当だ、住宅区域になってるからな。あんまり好ましくないな。貨物をフェリーも置こうとしたけど、できた。うん、平行にしましょう。なるべく。
的ちょっとこれダメなのか。これってあれ？で、そう、フェリー航路っていうのも決めないといけない。これか、フェリー航路。あれ？フェリー航路って外に出るためのフェリーってないの？占領されてるって出てる。あれ？分からん。これってあくまで外から船が来るための道じゃないってこと？貨物港とかあるんだ。あ、港っていうのが別に必要なのか。じゃあ、もういらない。勘違いしてた。俺が欲しいのはフェリーじゃないんですよね。フェリーはでもあったらいいなっていう感じか。多分高さ的にフェリーが通れないと思う、この高さだと。まだ渋滞はしてるけど、さっきよりはマシになったな。分散化されてますからね、交通が。こことこことで、
で、あと商業区域。このぐらいかな。あ、モノレールって騒音の原因になるんだ。まあでもいずれは
多少はマシですよね今。あ、浄水道と下水道が全然足りない。あと電気もやばくなってるかもね。電気はまあ予算上げてやればいいんですけど、ちょっともうこれ以上はいけないよなとなると、あ、下水処理場が特にダメだ。あと浄水場は村がある。今日あのポンプに、ポンプの供給に、それで浄水場は全然足りる。あ、多分電力が足りないんだ。これ。最初はゼロやけどな。なってんだ。これはみ出ますね。やばい。うわー、すごいことなってる。いろいろ試してるけど、うわー、そこまで水が、これは溢れ出ますよ。問題は電源なんだよな。電源をどっから取るかだよな。まあやっぱり石油発電所に頼るしかないっていうとこでしょうかね。いつも通り。水が行ったはずだが、水は足りてるはず。あと石油がいるんですよね。これ問題は水は足りませんって言われてる。多分水は足りないわけじゃないと思うんだよね。あと下水、このポンプ場を1個グレードアップします。一回止めて、これで出力が上がるはず。これね、1万6000なんですよ。1万2000なんで4000上がります。
繋がってんじゃないかな。繋がってるはずだか。繋がってるよね。オッケー。もう結構やばいなこれ。ダム1個作る影響って結構あるんだな。これね、水の供給量は下水はギリギリだな。下水は処理場が3つ、まだ分からんな。あ、これが下水場だ。これがこれなんだ。これポンプ場か。これはポンプ場だから、ちょっとつながってるし、このラストここも作っちゃいます。でラストかな。ラストですね。お水もだいぶマシですね。垂れ流されてるお水も以前に比べたら。浄水場の方は余裕がないから、月に流す下水はここ入れないとダメですね。消費者が不足しています言われてる。あんまり乗ってくれないのかな。
そうか。サイズ上昇ですね。多分だ。大丈夫だろう。あ、撤去していいです。これは片側2車線か。また微妙だな。方向がちょっと足りないな。
あ、行きました。主要都市で、港と貨物港があるんで、ただね、貨物港いると住宅地のところにやっちゃうのが良くないから、なるべく独立させた方がいいんですよね。まずあのモソークスに港作るか。フェリーじゃなくて港です。あれ、何これ、ルートに接続できませんなって、なんでこっち側から接続になったんだ。接続が必要です。え、なんで、ダメですね。貨物港もルートに接続できない言われてる。なんでだ。貨物港があって、飛行機は、飛行機はなんかあるな。飛行船だ。これはモノレールだし、ロープウェイだ。まあ、モノレールバスの乗り換え駅ってあるんだ。モノレールとトラム、モノレールと地下鉄と鉄道の乗り換え駅。いらんよな。それぞれ、ま、要するに名古屋の金山総合駅みたいな感じなんか。まあ、いらんよな。なんか奥にあるみたいですけど、もしかしたらフェリー、あ、ん？あのフェリーか、なんか知らんけどダメなんだなぁ、分からん。なんで直線である必要があるんだ。つまり、あの、もし港に接続するためには直線である必要があるってことか。結構ギリギリだな。
これなんだっけ、ゴミ焼却炉か。いっぱいになってたらな。あ、でも結構消費電力が、消費電力じゃないわ、消費ゴミ量が多いな。予算に制約が出る。コナルド結構排出量に対して足りなくなるから問題が出るし、ゴミが余ってますとか言われちゃうしな。管理か。健康管理ちょっと落としてもいいぐらいだよな。でも病人で会社接続料がないから落とせないかな。霊柩車落とせるな。80% に増やした方がいい、逆に。あ、これ人と何これ、これ人件費、これ設備投資代だ。鉄道費用は、まあ鉄道費用はしゃあないよな。モレールはまあしゃあない。モレールは落としとこう。1% 上げないとダメだ。76まで上げとけばまあ心配いらんだろうけどな、うん、浄水量は余裕あるね。下水は結構ギリギリかもな。あ、これ以上下げられない。ああ、そういうことか。これないんだ。基本的には人件費とあれだから設備費用って考えていいのかな。
モノレールはいいな、やっぱり。もしかしたら地下鉄よりモノレールの方が柔軟性があるかもね。ちなみに路線、交通路線の線は180両まで乗れるんだけど、まだ全然乗ってくれてないよな。分かった、夜はいらないや、昼間乗りにしよう。多分ほとんど通勤にしか運行されてないんで、ここの交通量は結構でかい、大きいな。区域としていろいろ、あの混ざってるからか。初めてここ、住宅が建ち始めた。はい、人口が減ってる。溜まってるからな、溜まってるんだけど、電力は文句なし。火災の危険度が高い。消防署はいるんだよな。
一応もうすごいな。あと警察だよな。だいぶ満足してくれてますかね。人口減ってますからね。災害率が減った。犯罪率 15%。 高校も建ててやらないとな。一個人口がまた減ってきたな。なんか警察ここに立ってるから大丈夫。あ、消防本部かこれ。警察はこっち。犯罪率言うほど高くないからな。住宅地にしない方がいいな。もう無理だな。あ、公園敷いてやるのも手かもしれん。これか。それもいいかもね。
なんでここにこんなのがあるんだ。調停どうやって改善するんだっけ。やっぱ公園は適度な公園はいるよね。また渋滞してる。これ輸入と輸出があるんだ。輸出はほぼ商品だよな。そしてかなり石油の輸入に頼ってるって言えるよな。木材とか鉱石とか農作物。大人が多いな。
まあちょっと待った方がいいかもね、立てるのは。あと幸福度ね、比較的幸福には見えるんだけどな。住宅区域の幸福度が低いか、全体的に出た。まあでも十分ですね、この幸福度で。僕はまあこんなもんだし、ゴミはオーバーしなきゃ OK だし、あと騒音度、騒音度はやっぱり高速道路沿いは多いよな。ここに住宅を敷くことはなるべく避けた方がいいって感じだよな。人口の減りが止まらないんだよな。出生じゃなくて出ていくんじゃないかな。何、主にシニア。そうか、世代も分かるんだ、こういうふうにして。あと地下、そう、一番重要な地下だ。もう比較的高いんじゃないの。低いとこってまあ住宅が高ければ満足高いだろうけど、ここの商業エリアが結構低いんだよな、住宅。いや、分からん。ここを結ばれてないよな。地下って基本的に、まあ天然資源だ。森林があったり、森林から取ることができんだ。まあ森林使わんけどな。原油があったら一番嬉しいんだけど、原油が取れるわけじゃない。まあ、そうです。銀行も少しずつ、銀行じゃないわ、公園も少しずつ増えてはきてるよな。公園って商業区域にあった方がいいんだろうか。影響がある。ああ。なんか面白そう。
満足度高くない。教科書館はいらんしな別に。標高暖房はない。路面状況ってなんだ。ノーマル強化状況、これ上げるとなんか交通度が上がるからいいらしいが、観光か、観光魅力度は低い。観光魅力度が高いとこがまあない。汚染路ですね。ご覧の通り。汚染の元を断ち切ることができたらいずれ汚染はなくなります。だって。まあ工業地帯はこのようにしゃあないんだけどな。塗装温度、塗装温度はもう見た。警察だ問題の。警察はでもダメじゃないからな。溝問題ないしな。ただ人口の減りは止まらないんだよな。まあ一旦セーブしましょう。統計を見てみよう。人口がな、3万6千までいったのに3万1千人まで減ってるんだよな。価値はまあこんなもんだろう。税収は一方上がっ、予算はすごい上がってんのに、税収がドーンと上がらないんだよな。観光客とかもあるんだ。ほぼゼロ。学生はまあ見や分かる通り。教育水準は最悪だな。求人数は多いな。雇用率は分からん。雇用率、こう見ると、ああ、なるほど。1.6 って分からんな。まあ、だんだん。幸福度は 70% をずっと行き来してる感じで、この程度でいいでしょう。囚人。
何このシティス、あ、インポートか。人口流入量で、これがエクスポート。インポートは増えてるよね。流入、流入だろうな。この辺予算が上がってるんで、旧ツアーな。電力下げよう、80% ぐらい下げよう。パーキングエリアってなんか意味あるのかな？あ、なんか上がってきてる。これって確か資金稼げるんだっけ？
あんまり上がらないよな、公園。だから、公園はコスパすごいいいかもしれないよね。将来的には。あれ？税金が高い言われてる。嘘でしょ。いや、そんなことないよ。税金高くないよ。嘘でしょ。あ、水がない。スタジアムはまあいるんで作ろう。ドア脇作れ言われてるんで、どこがいいんかな。でも ここかな。で、チケットはもう最大。なんか赤はどぎつい。サッカーってなんだっけ。ミニク施設かな。ミニク施設だな。4000も使っちゃってるからな。人集まってきてるね。試合でもやるんかな。もう
観客数がどんどん増えてきてる。勝ったらボーナスもらえるしね。勝てるかどうかわからんけど。どんどん増えてます。観客。今日の維持費がこれ全然でかいからな。なんか税金高い結構言われてる。そんなことないでしょう。11月10日か。霊柩車待ってます。死者も出ます。行ってますね。スプリングデール。ほぼ満杯だよな。観客は。さあ勝つとボーナスがもらえますが、結果どうだ？だいたい1年に1回なんですよね、試合が。試合やってます。激しく動いてます。なんか税金が高い言われてる。なんで高くないでしょう。
負けましたね。残念。負けてしまった。勝ったらね、すごいモチベーション上がるんですよね。モチベーション上がるってことは地価が上がるんですが、あ、これ入場料収入だ。なんで税金高いって言われるんだ。いや、高くないでしょう。ちょっと待って、税金高いっていうのは言ってんのは低層のやつで、反対？てか霊柩車なんで全然来ないんだ。ここで上げるわけにはいかんもんな。で、ここで、ここに違う。これ、こう回転どうやってするんだ。
違う、大通り上のモノレール駅だ。で当然路線を敷く。先に一つ公園作った、作っといて、あ、これだとでっ、これなんだ？うん。感じだよな。あ、バスケがつないだ。はい、ですね。まあまあ入ってるが、車両数がちょっと増えたか。まあでも全然乗客率は低いんだよな。
まあ、昨年した自家用車率が 28% あるのは嬉しいけどね。いつ試合だっけ。あ、もう1ヶ月先だ。ということで、もうここまでしときましょうか。はい、見ていただいてありがとうございました。ぜひ、Twitch のアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画は2日後、9日の21時頃、プレミア公開で YouTube にアップロードいたします。YouTube、Twitch のチャット欄にアドレス記載しますので、ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。My YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、please。My This Live Archive、My YouTube チャンネル、アップロード、2 days after。TwitterX アカウントフォロー&グッドボタン&リポストプリーズ。TwitterX、旧 Twitter の X のアカウントを持ってますので、ぜひアクセスお願いします。アカウントフォローリポスト、高評価もいいねもぜひお願いいたします、はい、ということで、また負けた。シティーズスカイライン遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。